人生に大切なことを猫は全部知っています。過去や未来ではなく、今を生きること。必要な時に食べ、好きな時に眠ること。人に気を使いすぎないこと。常に誇り高く、柔軟であること。そう、猫は最高。画像、アンドチームジョーさんとミント。12年ぶりとなるクレアの猫特集では、猫と人との幸せな関係を紐解きます。 あの人と猫の毎日は、ニワチーム、エンティーム、のジョーさんが愛病ミント君と登場。3歳の頃から一緒に過ごしてきたという、二人のストーリーを聞きました。クレア2024年夏号の、猫のいる毎日は、特集、その一部を抜粋し、掲載します。ファーストシングル、さみだれ、さみだれ、の憂いある世界観が話題を呼んだチーム。 猫好きの嬢さんはロシアンブルーのミントと共に育った。初めて出会った時のことを覚えているという。僕はまだ3歳だったのですが、母と一緒にお迎えに行ったんです。家に帰るまでの車中、段ボール箱に入った小さな子猫が動くのを、箱の穴からワクワクしながら覗いていました。新しい家族となったそのオス猫は、瞳の色からミントと名付けられた。子猫の頃はすごくやんちゃで、 しょっちゅう噛まれてました、わら。とても人懐っこくて、初対面でもしばらく一緒にいたら、抱っこさせてくれます。ミントとジョーさんはいつも一緒。食事中もふざけ合い、遊んでいた。当時、二段ベッドの上で寝ていたのですが、ミントは部屋までついてきて、僕もベッドに乗せてよう、と甘えた声で泣きました。僕の足元で一緒に寝るときは両足を開いたまま、 脇で眠るときは体を曲げて、ミントの寝る位置に合わせて不自然な体勢で寝ていました。韓国に渡る前夜、ミントは、猫好きにおなじみの、猫吸い模倣さんのバージョンはちょっと独特。僕がまだ小さかった頃はミントを枕にして寝転がったりしていたので、そこから自然に始まった挨拶みたいなものです。主に吸うのはお腹。ペコッとへこむのが面白くてやっていました。 でも吸ったままだとミントが冷えてかわいそうなので、次に思い切り息を吐きかけます。すると温かい蒸気が顔にかかって気持ちがいいんです。自分が穏やかな性格になったのは、猫と一緒に過ごしてきたことが影響している気がすると語る。ミントは基本は猫らしく気まぐれだが、こちらの気持ちを察してくれることもあった。小さい頃、ある日お留守番をしなくてはいけなくなったんです。 僕はちょっと怖くてベッドでじっとしていました。そうしたら、ミントがそっと寄ってきて、ずっとそばにいてくれたんです家族にもあまり甘えない嬢さんが、唯一甘えられる相手でもあった。しかし、17歳の時、芸能の世界に飛び込むため、単身韓国に渡る決意をする。ミントを残していくのは心配でした。日本を経つ前夜も一緒に寝て、大丈夫だよ、と一人で話しかけていました。 いつもはすぐに寝てしまうのに、僕がいなくなるのを知っているかのように、座って話を聞いてくれました。ミントのことを思わない日はない。離れて暮らしていても、家族に様子を尋ねたり、しばしば写真を送ってもらっているという。韓国でも、野良猫に遭遇すると触れたくなるが、残念なことにすぐ逃げられてしまうのだそうだ。どんな猫にも好かれるものと思っていたのですが、わら。 体が大きいから怖いのかもしれないと最近気づきました。